こんにちは、サードラです。今回は Twitter にて皆さんのジャックオヘッドの帽子の色を教えてほしいですっていうことで、帽子の色とキャラの性別と装備作成時の装備していた武器種を教えていただくことによって、ジャックオヘッドの帽子がランダムなのか、何か法則性があるのかを知りたいっていう意図で募集をさせていただいたんですが、 このツイートに対して、なんと260名以上の方が、ジャック・オーヘッドの画像を提供してくださったんですよね。で、この結果に関しては、過去にこちらの動画でご紹介をさせていただいた通り、このキャラの性別と武器種に関しては関係がないっていう結果だったんですが、今回せっかく200名以上の方のデータをいただきまして、さらにほとんどの方が画像付きで送ってくださっていますので、ジャック・オーヘッドの帽子の色にどんな色があるのかっていうのを見ていこうかなと思います。 で、これに関しては、本当は全部ご紹介したいんですが、そうすると1時間以上の動画になってしまうと思いますので、各色1個ずつピックアップしてご紹介をできればなと思います。全部見たいよとか細かく見たいよって方は、このツイート残していますので、ぜひ僕のツイッターから見ていただけると嬉しいです。じゃ早速本題に入っていくんですが、まず僕の帽子ですね、はミントグリーン系の色になっていまして、まあできればね、白とかがおしゃれだったので、まあそっちが良かったんですが、 僕はミントグリーンでしたね続きましてピンク色ですねピンク色の帽子はこんな感じになっていまして、まあ、結構ショッキングピンクみたいな感じのピンクかなってイメージですねで次に紫今、まあ、ラベンダー系だと思うんですけどの帽子はこんな感じになってまして柄が緑なのでこれめちゃくちゃおしゃれですねで次が薄緑色になってましてこんな感じの帽子になっています で次にこちらが先ほどよりもちょっと明るめのピンクというか濃いめのピンクですね。で模様が水色になってます。で次に紫の、まあ、ちょっと色が違う感じですね。まあ、こんな感じで結構ね同じ色でも微妙に違う色っていうのが結構あるのでこれが次紫ですね。で次に水色で僕結構青系が好きなので まあこれも羨ましいですね。水色にちょっと白っぽいやつ。これもめちゃくちゃおしゃれだと思います。で次にベージュですね。に緑色の柄がついてるやつと、で次に青系なんですが、薄い水色になっています。と、次こちらですね。まあ、茶色のちょっと薄い系の色にピンク系の柄がついていますねで。次にオレンジですね。ここに来て初めてのオレンジなんですが、オレンジはこんな感じに黄緑がついてますね。 で、あとまた青系なんですが、先ほどの水色よりもちょっと濃いめの水色で、ピンク色の柄っていう帽子もあるみたいです。で、次にこれですね。これが僕めちゃくちゃ欲しい色だったんですけど、白色ベースに柄はピンクですね。これ柄も白の人がいるみたいで、真っ白の帽子見たんですけど、めちゃくちゃオシャレだったので、まあ、白ベースの人めちゃめちゃ羨ましいと思います。 で次にミントグリーンに紫の柄もありまして、あとこちらですね、グレー色っていうのもあるみたいです。これもめちゃめちゃいいですね。かっこいいなと思います。で、あとこちらですね、これは黄緑っぽい色なんですが、こういった柄もあるみたいです。とこちらですね、白系がやっぱおしゃれに見えますね。白に薄紫のやつもありまして、あと緑系ですね、結構プケプケに近い色みたいな緑色にピンク色の柄もあるみたいです。 であと先ほどご紹介したオレンジよりもちょっと薄めのオレンジの帽子もありましてこちらですねこれもまあ緑系なんですけど、まあ、かなり綺麗な緑色ですねと次が水色でこれも先ほどご紹介したやつよりかも白に近い水色みたいな感じになってると思いますでこれもさっきの水色よりもさらにちょっと白に寄っている感じですねなんか結構微妙に色が違うやつが多いイメージですね で、次にこれなんですが、これもめちゃめちゃオシャレですね。緑色ベースに柄も薄緑みたいな感じで、これも結構オシャレだと思います。で、あとこちらですね。緑の白に寄ってる感じのやつもありまして、これも緑系でちょっと違いがあるやつですね。と、こちらが、これはピンクがどっちかっていうと、なんかピンクとグレーが混ざったみたいな色だと思うんですけど、こういった色もあるみたいです。 であとこちらですね。これ柄がもうほとんど見えないんですけど、めちゃめちゃいいですね。これ多分も々の本家の色にちょっと近いんですけど、それの薄くなった感じだと思います。で、こちらがよりちょっと紫が濃くなった感じの帽子になってまして、で、あとこちらですね。ここに来て黄色が出てきてます。黄色もめちゃめちゃいいですね。おしゃれだと思います。 で、あとチョコレートみたいな色の帽子もありまして、これはさっきの逆版ですね。まあ、紫とグレー混ぜたみたいな色に紫の柄がついてます。これもめちゃめちゃいいですね。これちょっと同じ紫なんですけど、紫に白柄もめちゃめちゃいいなと思いました。で、あとこちらは抹茶色に水色って柄もありまして、こちらもいいですね。グレーにオレンジ色っていうのもあるみたいです。で、やっぱ白ですね。白にライトブルー、めちゃめちゃこれいいなと思います。 あと、こちらの紫とピンクの中間みたいな帽子の色もありまして、こちらの黄緑ですね。めちゃめちゃ綺麗な黄緑色もあるみたいです。で、あと、こちらですね。赤に近いピンク系の帽子もあるみたいで、あと、明るい紫もあるみたいですね。で、あと、こんな感じで、もうほとんど柄の色が見えないような帽子もあるみたいで、あと、中にはこんな感じで帽子の色に合わせてコーデを組んでいる方も、 いいらっしゃいましゃまたねこういう楽しみ方もめちゃめちゃいいと思います。こちらですね、結構薄い、淡い系のオレンジみたいな色もありまして、あと薄紫色ですね、もあります。で、あと、まあこんな感じでピンクと紫混ぜたみたいな色で、柄がほとんど見えないやつもありますし、あとこれですね、薄紫に水色みたいなやつもあるみたいです。で、あとこれですね、これめちゃくちゃ赤色っていうのもありまして、これもいいですね、めちゃめちゃかっこいいと思います。で、あと、こんな感じでちょっと黄色っぽい帽子もありまして、 あとこういう濃い茶色もあるみたいですね。 で、あとピンク系で柄が見えないぐらいの色の違いがないってやつもあるみたいですって感じでいただいた260名の方の中でも、まあ、特徴的なベースの色が違うとかそういったのをピックアップして今回はご紹介をさせていただきましたで、他にもご紹介できていないやつでめちゃくちゃおしゃれな帽子がたくさんありましたのでどういう帽子とかどういう柄の組み合わせがあるか知りたいっていう方はぜひ僕の Twitter のリプラに皆さん送ってくださっていますので、まあ、そちらを見ていただけると どういう帽子の色があるのかなっていうのも見ることはできるかなと思います。で今回これだだけの情報をいただいたても ベースの色と柄の色が全部一致しているっていう方が一組か二組ぐらいしかいなかったので組み合わせに関してもめちゃめちゃ多いと感じました。なのでまあ自分の帽子の柄と見比べて全く同じ人っているのかなみたいな感じで見るのも面白いと思います。で、これから装備作る方は色ガチャをすることができますのでまあ何色になるかねドキドキしながら装備作れるっていうのも面白いポイントだなと思いました。で、今回たくさんの帽子のデータいただいたんですがまあざっくり分けるとピンク 色、白色、青色、赤色、オレンジ色、紫色、緑色、グレーと茶色ですね。まあ、大体この9種類が、まあ、ちょっと色が変化して変わっていくみたいな感じなんじゃないかなっていうふうには思ってます。これ以外の色があった方はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回はたくさんのデータ提供、本当にありがとうございました。で、やっぱり見た感じ、まと、あ、も欲しかった白色系ですね。であったり、あとこういう黒系ですね。まあ、グレー系の色もかっこいいなと思います あと本家に近い色であったりあと僕がもともと青系の色好きなのでこの辺りの色引けた方はめちゃめちゃ羨ましいなと思いましたしで今見た中では僕個人としてはこの赤色ですねで銅がレウスとかだとめちゃくちゃおしゃれだと思うのでまあ、この色の帽子めちゃめちゃいいなと思いましたご視聴ありがとうございましたこれからも「モンハンナウの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録・高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ